皆さんこんにちは。広島経済大学にあるラジオブースからお届けしております広島発お好みキャンパスのお時間です。皆さんどうも。パーソナリティを務めさせていただくのは広島経済大学メディアビジネス学科3年岡賃こと岡野光平です。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、本日もやってまいりましたお好みキャンパス、ね、若干ですね声が枯れてるんですけども、まあ、ちょっとねある事情によりですねちょっと合唱をすることが最近多くなりまして、歌の練習をしていたらですね喉が枯れてしまいまして、こんな感じですね、ちょっと聞きづらいかもしれませんけども、本日も30分間よろしくお願いいたします。最近朝晩すごく寒くなってきましたね。皆さんもどうですか？ちょっとね鼻声になっている人たちをこう周りで見るようになったので、皆さんは風邪などひいてないかなって、まあちょっと声を枯れている僕が言うのもあれなんですけどもね、しっかり体調の方を管理していただいてね、お手洗いうがいはしっかりとして、ね、インフルエンザの予防接種も始まりましたから、まあねその予防接種の方もねもしよければ打っていただけたらなと思っておりますね。予防するところから大切にしていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひ、皆さんの笑顔とお好み焼きを食べる姿が、ね、この広島で増えていければなと。そしたら僕もねこの番組しててよかったなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日の流れといいますかね、今週もやっていきます。はい、はるみというお店に行ってきた様子をですね、取材してきた様子をお届けしようと思っております。で今回はちょうど食レポですねと、あとはメニューのこういろいろなエピソードを、はい、聞いてきた様子をまあお届けするわけですけども、どうですかね、先々週と先週と聞いていただけた方はかなりお店の方のですねおじちゃんのこう濃さというか暑さが伝わったんじゃないかなと。広島の本当ね松岡修造がちょっとこう年を取った感じのですね、本当広島にいそうなおじちゃんみたいな、お好み焼きのおっちゃんみたいな感じでしたけども、すごくね厳しさもあるんですね。自分の中にすごく厳しさを持っていて、 こだわりというか、それは本当にこだわったところなんでしょうけども、まあ、それ以外にもですね本当に優しいところはすごい優しいですね。こうなんか厳しさと優しさがですねこのお好み焼きにこう出てるんじゃない、味とかに出てるんじゃないかなって思いますね。すごくね味が繊細でですね、本当にね和風と合うんだなって、醤油とかと合うんだなみたいな新たな発見もありつつで、ね、現状に満足しないですねこの晴海の店主の人がですね、どこまで追い詰めてるのかっていうか、追い詰めてるか自分を追い込んでいるのか、そんな様子もですね、ぜひぜひ、この取材の中からですね皆さんも聞いていただけたらなと思っております。本日も広島発お好みキャンパス30分間よろしくお願いいたします。じゃあですねここで一曲聴いていただきたいと思っております。この曲皆さんも聴いたことあるんじゃないかな、ね、すごくハワイがぴったりな曲ですね。うん、似合いますね。じゃあ聴いていただきましょう。 Don't worry, be happy。はい、で卵を今オリーブオイルをペーパーにこうやって、で卵を2個使うんや。2個、卵を2個なんで使うんか言ったら、はい、錦糸卵よりは、はい、2個使った方が1個だったら錦糸卵になっちゃうやん。あ、それはまあ2個の方がいいかなというのと、それと生地がない分だけお器の分って崩れやすいわけや。あ、結構生地をこうつなぎ目にしてやってるとか多いですね。そうそうそう、それはないから、はい、で卵で
卵である程度成形させるために2個使ってる、やっぱり一番人気はこのハルミスペシャルですか。どうや一番人気はそうやね、普通の肉玉そばいう感じでね、ハルミスペシャルという名前をつけたのは麺屋さんが、その中村拓君の麺屋さんが、はい、にわしがあのポスターを頼んだ時に、はい、ハルミ焼きじゃなくてハルミスペシャルだとか言ったけまあいいわ、はい、そうやってやっとるのはそりゃそれでいいわ思って、まあ、でまあそのまま普通の店でスペシャルって言ったらイカが入ってみたりするじゃん。しますね。でもおっちゃん好きやないんよそういう。ああなんかいろいろ入れるのが。そうトッピングで中にねイカ入れるじゃん、エビ入れるじゃん、あるじゃん。ありますね。うん。宮島とかだったらカキ入れたりして。そうだね。それをいやそれ美味しいと思わんけ。入れたくないだけなんですね。ああ、うん、まあ美味しいと思う人はまあ入れてくれる人は入れるけど、ああメニューの中ではない、トッピングみたいなもない。でこう今の専用容器だからまあ蒸すじゃん、はい、蒸すある程度蒸したらあのまた空気入れるためにふわっと今このドームドームになってますね。そう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 、ドームのようにさして、で蒸し、この蒸し器に穴が開いてるのはどんだけ蒸しあのこう蒸気がバー出てるかなって、どういう状態になるかなっていうのを見るために穴が開いてる。おお、うん、これでもう特注ですか。うん、特注で、特注で自分が作るんや。ああ、自分が穴開けても穴開けてから自分が穴開けるんですか。そうそうそう、どうしてから穴開くじゃん、穴開く。で今できた分を麺の上に置いて重ねたら入って出来上がり。おー、完成。ハルミスペシャル。ありがとうございます。でこれでおしまいと。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあいただきます、はい、すごい、なんか今まで行ってきたいろんなお店あるんですけど、うん、なんかそれぞれのお店でやっぱりこだわりはありますね。そう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 、そこそこに店のこだわりがあるんですけど、そらそれでいい、うん、それがみんなが合う合う嗜好品だけで、そうですね、選べばいいだから、うん、すごいこう綺麗ですよね、ドーム型でとっても綺麗。最初はね、でもやけど足の押さえてないけふわっとしとるけ、エレベーター崩れるよ崩れるのが俺の店で。ああ、ちなみに食べ方とか気にします、なんかお客さんのお客さんの食べ方とか気にします。気にせんよ。なんかたまになんかこう綺麗に食べてもらわね、いや、ヘラがヘラがヘラ使うが下手なぐらいのことでから、あなた気にしたしょうがないだろ。いただきます。わざわざ飲もうし。あー、いますね。じゃあいただきます。後輩連れてくるじゃん。そう、後輩がなんか3連休だから来ないって言い始めて。そうしたらダメやな。ダメですね。自分の思うとる部分じゃない。うん、まあまあないなるよ。この分はな。もう最近は僕がぼちぼちこういろんなお店回りながら紹介してるんで。もうお茶の店紹介だ。テレビもぶんぶん出とるし、テレビも5回ぐらい、もう今年だけでかもう5回ぐらい出とるしな。ですよね。ここにサインもありますもんね。また春には取り上げたねって言われると思う。いやいや、
もうこれまたまたこの生意気なものを言われてしょうがないな。まあこういう方しかできないけどこの醤油ベースの、あのソースの麺が合いますね。すごく合いますね。醤油ソース合うよ。めちゃめちゃ合いますね、ちなみにこのお店で一番新しくできたその新商品って何なんですか？マグロマヨ。これですか？黒。ああ、クーダーが今年1月に出したけど、はい、また新しいのを出すけど。ああ。うん。こんな麺を変えるやつだな。そういう細い麺じゃなくて、こんな太い麺。太い麺を使って。太い。こちらの店はうどんがないんよ。ああ。うどんがなくて、うどんがなんで嫌いなのかやったら、麺がお茶のところって麺が勝負じゃんか。ああ勝負だ勝負だ。うどんはくっつくんだよ。ああくっつくとかバラバラになっちゃうんだよ。ああやっぱりこうやってると、悪いけどうどんいうのはもう麺、俺自体がもう扱ってないから、あそれどうしてもくれって言われたら前もって言われたら買うからだけどそこまで思うんじゃねえなって思ってるから普段は置かないんだけど、でも今新しくラーメンなんていくと極太麺。あどのぐらいですか？あうどんぐらい、うどんぐらいある、うん、うどんぐらいある麺で、これも蒸し麺だけど、はい、これもあのやっぱり商品が均一だけ、はい、であの使う、うん、でもうどんより全然高いですよね。ですよね。楽しみですね、その新商品まあもう出てたらどうするよ。はい、あれですよね、あのうちの大学の細井先生っていう先生とよくなんかやってますねブログとかでもよく見ますし、細井先生は俺がお好み焼きを始めてすぐの時に来てくれたよ、うん、記事がない、うん、それと一番最初にあの値段で勝負してるんだろう、みたいな思って370円だった時がある370円でやった時にもういい先生来てくれたよ。それからあと650円に変えてからもう来てますね。2回来てくれたよ。1回ここのお店の商品に白おこでしたっけ？白おこ、あれ。あの時にも一回、あれですよね、なんかちょっと商品名何にしようかなっていう考えてる途中に。先生が白おこがいいんじゃない？ああ。もう一個ありましたね、なんかこう白おことなんかもう一個で悩んでたみたいな。白おことあれは何ですか？もう忘れた。忘れ。もう白子で決まったらもうそれでしょ。でか赤ヘルいうのもできるし。あ、そうですね。赤ヘル、白子、黒子あるけ。ありますね。まあお好みとしてはもうそれで十分じゃないかと。それ以上にまあそうですけども、商品がよくよくあるすぎると、そんだけ材料が高いね。もうシンプルで。そのさっきで言ったその黒おことか白おことかそれぞれなんか特徴ってあるんですか？あるよ。
白子ってどんな感じなんですか。白子はまあソース使わんやつやけ。ああ、まあ全然ソース使わずにあのガーリックソースとパルメザンと、はい、オレガノとバジルがこう混ざったようなのを見つけてきてからそれをかけてから、なんか洋風、本当に炒飯炒飯っぽいやつで、黒っぽいなイカスミを麺に混ぜ込んで、うん、真っ黒な麺作ってソースで食べる、うん、まあ、赤ヘルすごい辛そうだったんですけどね。赤ヘルはあの辛そうに見えてから一辛にしたいやったら使うわけないじゃん。ああ。見た目が辛かって辛かったらそれは何にもない。ね。確かに確かに。何も辛いのピリ辛にしとかにゃあ見ないんで、そういう唐辛子を探してきて。なんかいろいろありますよね、ここお好み焼きね。え、いろいろありますね、明太マヨとか、ペペロン焼きとか。え、ペペロン焼き、そうそうそう、ペペロンチーノとか明太マヨとかいうのはもう炒め式の、あの定番にあるやつをちょっとこう混ぜた感じ。なんかその新しいメニュー決めるときにこう考えることあるんです、そのなんかこう次こうしてみようみたいな。いや、全然思わない。もうその場でその場でというか、ひらめきやけFM ハムスタープレゼンツお好みキャンパス。はい、というわけで広島初お好みキャンパスいかがだったでしょうか。まだまだですよ、来週もお届けするよう、ね、お届けしますけども、今回はですね、僕もですね話をした中でですね一番ではないかなと思っておりますので、ぜひぜひ来週もですね、まあ、ちょっとお好み焼きのこだわりみたいなところをですね触れてみたんですけども、何やらね本当にいろんなねお好み焼きがあるのでね、これをまた一個ずつこう聞きながらですね、まあ、コメントをいただいてますので、そちらの方を聞いていただこうかなと思っております。この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。はがきお手紙の場合は郵便番号 731-0192 広島市安佐南区祇園5丁目 37-1 広島経済大学 FM ハムスターまで。ファックスは 082-871-1620 082-871-1620 です。メールは fm.hamster@live.jp fm.hamster@live.jp までです。皆さんからメッセージをお待ちしております。他番組の紹介ですけども、なんか何やらですね昼生の木曜日にですね何やらヒーローが、出現したと、噂を情報を聞きましたのでね、ぜひねお昼の生放送なんかもね聞いただけたらと。まあね、ちょうどお昼前ですから、まあお昼生放送、あとは夕方のハムッシュなんかもですね、まあ1年生ね、とってもいい出し出してますから、はい、聞いていただけたらと思っております。他にもねカラフルストーリーとかもねありますからね、あと朗読番組なんかもありますしね、FM ハムスターもっともっと、やっていきたいと思っておりますので、最後まで6時まで、このままチャンネルを変えずに聞いていただけたらなと思っております。はい、あとはですね12月に改編があるんですけども、この番組どうなるんでしょうね。まあもしかしたらなくなるかもしれないし残るかもしれないし分かりませんけども、まずは11月まで僕も走っていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、まずは11月までは、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ね、ぜひぜひこんなお店取材してほしいとか、このお店おすすめってなんかありましたら、ぜひメッセージ送っていただけたらなと思います。 Twitter、Facebook、ブログもやっておりますので、ブログもね、3年生がやってたんですけども、1、2年生がやる、初めてだからだいぶね、更新率良くなったんじゃないかなと思っておりますので、こちらの方もぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。それでは僕とは来週またこのお時間にお会いいたしましょう。さようなら。